ガーシー憎しの報道、一方的な報道、これによって、ある意味世論が、形成されたと考えております。今回の除名に至ったということについては、放送法4条の、遵守されていないということを改めて申し上げて、させていただきます。今後も国会議員として活動してほしいと、考えており、その努力をしてきましたが、それができなかったことについては、ガーシー議員、そして、票を入れてくれた、皆様に謝罪をしたいと思います。